オルピタプレート、今日は分厚いやつ。JB のトップ50の選手とか、他のトーナメントトレイルとか、結構やっぱりライブスコープを最近見てやってる人たちが多いんですよ。かなり問い合わせ増えてきてるみたい。ライブスコープをやってて、もうワンポンって落とすやつ。はい。それがもう着水の瞬間から見えるようになった。そのオルピタプレートをどうつけていくかという過程も、そうです、今日は見せてもらえるんですね。はい。八王子バスボードチャンネル、よいしょ、はい、はい、ピースということでやっていきたいなというふうに思います。長谷川さん、はいはい、今日のお題は何ですか？どどん。今日は、オルピタプレート、今いつもつけてるんですけど、はい、ちょっと今日は分厚いやつをつける。八王子バスボードチャンネルではですね、このオルピタプレート、まあ結構やってるじゃないですか、はい、で最初ね、最初、まあ、琵琶湖ガイドの人間を中心に、人たちを中心に、あと、まあ、こういう中庭、ね、八八バスボートとかに泊めてる中庭会員さんが、まあ、付け出した。今ね、ね、はい、今ね、JB のトップ50の選手とか、他のトーナメントトレイルとか、あと、スモールマウスフィールド、例えば野尻湖、桧原湖って結構やっぱライブスコープを最近見てやってる人たちが多いんですよ。かなり問い合わせ増えてきてるみたい。全国的にも結構反響ありますね、いや最初ね、だから、これちょっと言っていいんか分かんないですけど、琵琶湖界隈でしか売れてなかったみたいなんです。全然他のフィールドから問い合わせなかったらしいんですが、どんどん今その有効性に気づいた人たちがつけていってる。で、とある、トップ50の日本一になった、梶原プロも蹴られてましたね。そうです、って感じになっております。ました、はい、もうね、絶賛してまいりましたね。あ、本当ですか、ライブスコープをやってて、もうワンポンって落とすじゃないですか、はい、でしばらくしてから見えるようになって、今まで、はいはいはい、それがもう着水の瞬間から見えるようになった。ほー、追いやすくなった。なるほど。今までだいぶこうお辞儀してる状態やったから、はいはいはい、水面よりだいぶ下のとこからこう見始めてたのかな。それがもうこの位置から見られるようになったんで、はっていうことやと思いますよね、理屈で言うと。そういうことですね。いや、じゃあね、それそのオルピタプレートをどうつけていくかという過程も、そうですね、今日は見せてもらえるんですね、はい、一般の方がね、パパッとできるようなもんでは正直言ってないです、はい、僕が見てる限りね。まあ言うても船体とエレキの間に挟むだけなんで。でもほら、いろいろこうサイズがあるじゃないですか。それは測らないとダメですね。でしょ、なんで一般の人がこれとりあえず買ってやっとこうぐらいのノリでは多分失敗するから、その辺の過程とかもね、ちょっと見ていきながら見ていきながら、はい、見ていきたいな、はい、見ていきながら見ていきたいなというふうに思いますんで、はい、じゃあね、長谷川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今話にありましたオルビタプレールですけど、これいつもこれぐらいの厚みのやつですね、3度ぐらいで使ってるんですけど、今回ちょっと5度なんです。これに5度入れるってことは、相当これが内側に傾いてるっていうことが分かると思うんですけど、まあ今からちょっとこれを取り付けて、まあ見た目ですね、どんな風になっていくのか、まああとはまあ取り付け方じゃないですけど、1個だけ注意点といいますか、ボートによってはこれだけの厚みのやつをこうつけると単純にこう上がるので、ここにね、これが近いやつとかやとガンとここに当たってしまうことがあるかもしれません。そうした時に純正のロックはかけられないっていうことが場合によってはあると思います。その時はこれはついてるんですけど、こういうトロールロック、ガチャッとフロアにロックするバーのやつですね、とかで対応してもらったらいいかなとは思います。と、角度をですね、より調整したい、ピタッと合わせたいという方には、これの、角度は3度と5度って言ってたんですけど、オーダーメイドでですね、その測定した角度で取り
これを作ってもらうっていうことはできます。ただ、材料の厚みがあるので多分マックス6度ぐらいまでになると思います。の間で、ここ超、カスタムで、それに合わせて角度を作ってですね、この面はこれ今平行になってるんですけど、ここもこうもしこれが斜めになってるようでしたらここの角度も調整できる。それを合わせて、カスタムを出すことができます。じゃあこれはつけていこうと思います。はい、エレキの下の固定してるボートナット外したんで、もう外れてる状態です。で、まあ、単純に挟み込むだけなんですけど、になります。で、これゴーストですけど、ウルトレックとかでも、穴が合うように設計されてるので、どっかしらの穴を入れてもらう感じです。基本的には一番手前の穴になるかなと思うんですけど、そこに入れるとちょうどこんぐらいになると思います。あとは、これちょっと分厚いので、このエレキの取り付けの穴でこっち側の船体の穴で間にこれを入れるんですけど、それがまっすぐ入らないこともあるかもしれません。その時はちょっと少しドリルで揉んであげたりとかして入れてもらう感じになるかなと思います。で、一個忘れがちなのが、これつける時にこれを間に挟むのが忘れがちなんですけど、これは基本的にはもうプレートの上側とエレキの間に入れてもらう方がいいと思います。これ分厚いので、下側に入れたらこれ間違いなくこう止める際に、届かなくなると思いますので、ちょっとそこだけ注意してもらったらと思います。ではつけていきます。イエーイはい、ということで、はい、長谷川さん、もうあの、イエーイって言ったから何言おうとしたか忘れてもうた。あの、オルビタブレードですね。そう、つけました。さあ、装着しております。はい、これ結構高くないですか。これ、5度。これで5度になるんですね。うん、市販っていうか、サイズある中でマックス、マックスらしいです。で、前にワンオフで作れるって言ってたじゃないですか。はいはいはい、あの角度、自分の角度に合わせて、はい、それもマックスで6度ぐらいが限界みたいな。だからこれにちょっと少し高くなるぐらいが限界で、もうこの材料的に厚みはそれぐらいまでらしいんで、なるほどね。はい、だからほぼほぼ結構いっぱいの大きさっていうふうに思ってもらった方がいいかもしれないですね。そういうことですね。うん、わかりました。これは、しっかり測られて、ねまあ、5度になったから、はい、まあ5度ちょっといってたと思うんですけど、ちょっといったけど、うん、まあ5度でいい感じになるんじゃないかなってことで、なるほど、はい、そういうことですね。はい、わかりました。すごいね。これね、僕ちょっと疑問あるんですけど、こんだけね高くなるでしょ。うん、これってボルトナットとかってどういう、もっと長いやつを入れるってことですか。そう、長いやつ入れないです。今までやったらここから。ね、全体があってこれぐらいで入れてたのが、うん、はい、プラスこの長さがあるんで、もう要は これぐらいのね、極端に言うたらね、やつを入れないと届かない。なるほど、僕のみたいじゃないですか、このぐらいの長さからディレクターさんがもう爆笑し、大爆笑しちゃいます。細いな、ほんで太いわ、太短いわ。はい、ということで、はい、分かりました。そういうことですね。で、一応それも付属してますんで、これに。あ、そうなんや。うん、それやったら安心ですね。なるほど。一応ね、もともとはインチのボルトが付属されてるみたいなんですけど、はい、あ、付属っていうか、ヨタじゃない、エレキの方には。うん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 、だけど、ちょっとそれはなかなか長さ的にも手に入りにくいので、はい、ちょっと国産サイズのミリの M6 のボルトですけど、うん、
長いやつをちょっと入れてます。なるほど、はい、いやそういうことですね。まあ僕もね、あのこの中低肝炎さん、まあ、してるんですけど、まああの方も、ね、うん、この方も、よりこのライブスコープをじゃあ使いこなしたのかいなと、そうそう、ね、いうね気持ちになってくると思うので、うん、いや、まあ、僕はね、あのちなみにもう一番最初の方に、ありがたいことにつけさせていただいてですね、あの本当にライドでもあの役に立ってるんで、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、ライブスコープねつけられてる方はオルピタプレートつけていただきたいなというふうに思います。はい、はい、まあね、88バスボートではもうメカ長谷川が責任を持ってしっかり取り付ける、はい、もうだって一番取り付けてるよ。まあね、多分ねね、琵琶湖のメカニック、いや、日本のメカニックの中ではいや、もうそこに言わなくていいけど、はい、ね、はい、いけるんで、はい、はい、ということでお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、はい。